んにちは。アトリエサロン虹どこ、虹の輪パステル教室のひろこです。いつもこのチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。初めてこちらのチャンネルをご覧になられた方々は、こちらはパステルアートの描き方を楽しく優しく誰でも簡単に可愛く描けるっていう描き方の動画を配信しております。私のオリジナル作品の描き方を詳しく説明しているので、最後まで見てもらえたら嬉しいです。ぜひチャンネル登録、グッドボタン、コメントなどいただけたら励みになりますので、どうぞよろしくお願いします。レッスンの最後に今日の一言コーナーっていうのを設けているので、そちらもね、最後まで見てもらえたら嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。レッスン83回目の作品はこちらになります。題名はアイランドレインボー。大好きな沖縄の海の絵を描いてみました、ね、仲良しのシーサーさんと、ここにね、真ん中にハートロック、愛の島を描いています。南国気分でね、今日もこちらを描いてみます。最後までどうぞご覧ください。
です。今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。いつもね、一緒に描いてるような気分でやってるんですけど、今日はね、違う形で動画を作ってみたんですけど、どうかな、ちゃんとお届けできてるかな、ちょっと不安なんですけども、日々ね、ちょっとなんかこう工夫しながらやっていきたいと思います。完成した作品をこちらフレームに入れてみました。アイランドレインボーハートロックにね、虹がかかる絵です。沖縄の風景ね、南国に行った気分になったかな、ちょっとね、ぜひ今回も描いてみてくださいね。では引き続き今日の一言メッセージに行きたいと思います。久しぶりだね。ではどうぞ。今日の一言メッセージ、今日も私の描いた絵の中から1枚引いてメッセージをお伝えしたいと思います。こちら占いでも何でもないので、その時の、ね、私の気分でなんか思いついたピンときたことをお伝えしています。お楽しみコーナーなのでね、ちょっとね、おまけコーナーです。では引いていきます。今日は何のカードかな。もうね、7月、8月ですね。もう7月今最後なんですけども、もう8月になります。オリンピックね、開催中です。今すごいですね、金メダルどんどん出ています。皆さんね、テレビの前にかじりつきなんでしょうかねではこのくらいね、なので1枚引いていきたいと思います。今日はこちら、何ですか。あ、こちらですね。今日の一言メッセージのカードはこちらが出ました。こちらはね、何回か出てるカードです。爽やかなね、風が吹いてる、気持ちがね、すっきりするような、そんな浄化のカードです。心の中すっきりしてますか、皆さん。いっぱいね、いろんなことが詰め込んじゃって、体ね、もうパンパンにね、膨れ上がってるんじゃない頃じゃないかな、ね、思い切りなんかストレス発散する方法ね、歌ってみるとか、スポーツするとか、何かな、好きなことね、思い切りこう夢中でやってみるとかね、そんな自分の時間を大事にしてください。気持ちをすっきりさせて、次のね、目標へ向かえるように心を整えておいてください。オリンピックもね、盛り上がってる頃です。寝不足にならないようにね、どうぞお体をいたわってみてください。では8月も元気に乗り越えていきましょう。皆さんお元気で、また会いましょう。バイバイ。